ということで、はい、本日の動画、え、待ってください、ハサスリベロです。ということで今回はあるゲームをしたいんですけども、ゲストの方来ていただいています。ゴルゴンチャンネルさんです。お願いします。こんにちは、ゴルゴンです。2度目の頂上です。すいませんありがとうございます、ゴルゴンさん。ということで今日はあのゴルゴンさんのチャンネルで投稿されてるザ・スパイク、神ゲーです。神ゲーなんすか。はいはいはい。ちょっとそれがどんなゲームか僕教えてもらおうと思ってですね。はい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 。いいですか、ちょっと。大丈夫です。お願いします。これ今映ってるのがもうザ・スパイクですよね。もうこれがホーム画面というか。これがホーム画面。ちょ、もう気になってるんですけど。はい。これ。触れちゃいます、それ。いや、ちょっとこれもう触れずにはいられないというか。はいはい、はい。これ配給キャラいるじゃないですか。これなんとですね。はい。過去に配給コラボしてます。え？これガチです。コラボしてたんすか？コラボしてたんすよ。じゃあみんな気づかないんすよ。マジっすか。じゃあもう、はい、ゴルゴンさんが作ったとかじゃなくてもう本当にこのキャラなんですね。そんなん違います。タイトルからもうコラボって書かれてて。そうなんすか。はい、そうで右になんかいるじゃないですか。はいはい、あの白髪の方。はいはい、これはもうザ・スパイクの限定キャラみたいな感じですね。なるほどなるほど、進めていきましょう。わかりました。じゃあ動画流しますよ。はい、これ僕がやってる試合で、ストーリーモードとかトーナメントモードとかって、はいはいはい、全部ガチャで使えるボールとかがゲットできる感じです。なるほど。トーナメントモードの一番難しい感じをコラボキャラ、配給コラボの3体でクリアしてみたみたいな感じなのをやっていくんですけど。なるほど。3体いるじゃないですか。はい、3対3なんだ。で、1体だけ動かせるんですよ。あ、そういうこと。はいはい。で、こんな感じでブロックとかコマンドみたいなのがあって、ジャンプも入れて、はいはい、こんな感じで打って、あ、それで繋いでいくみたいな感じですね。なるほど。助走とかレシーブとかも一個一個打たなきゃいけないんですね。はい、一個一個タップしなきゃいけないです。なるほどね。で、ひなたがめっちゃ強く、いや、めっちゃ強い。決まると気持ちいいんですよ、ガチで。めっちゃ気持ちいいですね、これ。もうなんかめっちゃ吹っ飛ぶじゃないですか。気持ちいいですよね。めっちゃ気持ちいいですよ。田中ももうジャンプサーブ使い物になってるわ。はいはい、ひなたもジャンプサーブ、あ、打ってましたね。そうなんや。で、こっからちょっと見せると、あ、あ、なるほど。これもあれっすね、技みたいな使用っすね。あ、技とかもあるんすか。はい、技とかもこの左に丸みたいなのあるじゃないですか。はいはい、これを押すと S ランクは技が使えるんですよ。あー、そういうこと。これはあの3人とも S ランクですもんね。はい。で、まあ配給キャラは、はい、まあさすがに S ランクっすよね。ああ、なるほど。これで、そうなんだ。他のキャラとかも S ランクあって、やっぱ S ランクが一番強くて、はい、A プラスとかもあるんですよ、これ。 A プラス B プラスみたいな感じで、結構細かいですね。結構ランクとかもあって、へえ、そこは結構面白いポイントだと思います、ね、なるほどなるほど。ひなたもマジで強いです、このゲーム。めっちゃ強いじゃないですか。なんならケンマもジャンプサーブでしたね。はい、ケンマを未来のこと予知して作られてるんで、このゲームも本当。なるほど。おー、面白い。 やっぱ原作と同じでひなためっちゃ飛ぶんですよね。あ、そうなんですか。え、このこの、はい、キャラによってジャンプ力とかも違うんですか。ジャンプ力、スパイク力、守備力、スピードが全部ゲットした段階で振り分けられるんですよね。はあ。で、その振り分けが S ランクだといっぱい振り分けられるみたいな感じ。上限が上がるとかで。なるほど。それがキャラの違いです。あと今、結構やり込み要素も。はい。ドンってジャンプしたじゃないですか。ああ、はいはい。これはもう普通だったらドンってジャンプできなくて、S ランクとかだとできるみたいな感じです。あ、なるほど。普通だったら今みたいな感じで。そういうことですか。これも相手強いんでドンってジャンプしてるんですけど、普通だったらこれ出ないで、そんな飛べないみたいな感じなんで。そうなんですね。やり込み要素はめちゃくちゃ強いっす、これ、最初は。へぇー。これなんか、試合の様子見てるだけでも楽しいっすね。はい、めっちゃ楽しいっす、これ。これもワンタッチとかちゃんとあって、うまっ。田中ブロックアウトめっちゃうまかった今。田中これなんかバグかなんかで、はい、ミドルで出たんですよ。あ、そうなんすか。
でも身長もめっちゃ高いんですよ。あ、なんかさっき研磨190とか書いてませんでした？はいはい、研磨もめっちゃでかいっす。でかいっすよね。ブロックなんかもう身長ももう全員が違うみたい。日向だけなんかちゃんとやった感あるんですけど。あ、そうなんですか。でもジャンプ力とかもちゃんと再現されてて最高っす、このゲーム。すごいですね。で、15点マッチなんですよ。あ、そうなんですか。もう3セット目みたいな。試合によって違うんですけど。はいはい。15点マッチで、まあこんな感じで終わりみたいな感じ。あ、終わった。こんな感じですね。なるほど。いや、これは面白い。どうでした？めっちゃ面白そうっすよ。ガチでやってみてください。はい、いや、ちょっとこれは、僕も実際ダウンロードしてるんですよ。はいはい。もうあとは進めるだけなんで。もうやり込み要素抜群。はぁ。トーナメントモードっていうのもあるんですけど。はいはい。それだともっと強いキャラとか相手に出てきて、あ、そうなんですか。さらにやり込み要素がこれですね、トーナメントモード。はい、そうですね、ありがとうございます。はい、これで毎日デイリートーナメントみたいなのがあって、ほう、それも3回のトーナメントになってるんですけど、はいはい、それも3回勝ったら優勝でボールもらえるみたいな感じで、それでまたガチャがいけるようになるみたいな感じで、なるほど、毎日やり込みモードも増えて、はい、でまあ、イベントもたまになんですけど3ヶ月に1回ぐらいは来るんで、3ヶ月に1回そこでまた、はい、まあ、全然来ないんですけどめったに来ない分来たら盛り上がりますよね、はい、めっちゃ盛り上がります。へえ。で、公式さんが挙げてたんですけど、はい、最強キャラみたいなのが多分1、2ヶ月後ぐらいには登場する予定だと思うので、最強のキャラが、はい、ぜひ今からボール貯めてやってみてください。なるほど、その、それに備えて。はい。いやー、面白そうやな。面白そうっす。ほんと、試合の、あれ見てるだけでめっちゃ楽しかったっすもん。操作も慣れれば結構簡単ですね。あ、そうですか。これって、ちなみに、はい。今は俳句のキャラは出ないんですけど。今もね、出ないんです。今は出ないか。でも、はい。たまーに出ます。え？あの、復刻みたいな。はいはいはい。それはいいっすね。それはいいこと聞きました。ということで、はい、本日の動画、配給実況者に配給コラボをしてないのに配給の衣装を着させてやったら配給コラボしてると思うんじゃないか説でした。え、してません、配給コラボ。え、待ってください、ドッキリドッキリですちょっと待ってくださいよ。じゃあこれあれなんすか、ゴルゴンさんが作ったんですか、これ。作ってはないんですけど、はいはい、名前とか全部変えれるんですよ。なるほど。で、衣装もちょっと今出しとくんですけど、はい、めっちゃガチャ引けるボールで変えるんすよね。なるほど。なんかもうめっちゃ配球のユニフォームっぽいじゃないですか。多分ですけどパクリです。あ、多分パクリなんか珍しい3人だなって思ったんですよ。はいはいはい、はい、そのなんか他にキャラが出ててゴルゴンさんが当てたのがこの3人なのかなとか思っててなんすか、普通日向、影山、月島ぐらいでいけますもんね。いや、そうなんですよ、そうなんですよいや、そういうことか。じゃあもうゴルゴンさん、最初これゴルゴンさん作ったんじゃないですかって言ったらドキッとしたじゃないですかちょっと怖かったっすゴルゴンさんが作ったとかじゃなくて、もう本当にこのキャラなんですね。そんなん違いますやられた。ある意味言うと、はい、最初の A ランクとかのキャラでも配給キャラにはできますね。あ、見た目変えれるんすね。見た目、ボール使ってながら変えれるんで。あ、そっか、ボール使って。そうですよね。なんかあの、もう自分の好きなキャラを作れるってことですよね。まあ、そんなに人数はいないんですけど。はあ、はあ。あずまねさんとかは作れますね。そうなんですか。この髪色は変えれたんですか？こんな感じで、髪型もめっちゃあるんですよね。あ、ほんとだ。なんか、猫耳みたいなついてるのもある。で、この一番下の、ブラウンシニオン。これ誰だか分かりますよね、完全に。これ朝日さんじゃないですか。完全に朝日さんじゃないですか。こんな感じで。なるほど。じゃあ、ある髪型を使って、その、はい、そのキャラっぽく見せることができると。そうっすね。はぁ。この衣装の画像もちょっと載せとくんですけど。はいはい。お、カラスのとか。ほんとだ。形状とかもあるんで、似てる感じの。ありますね。結構自分の好きなキャラにはできると思います。なるほどっすね。いや、いいっすね。マリオあるじゃないですか、マリオ。ちょっと静かにお願いします。え？これあれなんですね、マリオじゃないですよ。体育館校ユニフォームなんで。あ、ほんとだ。あ、
本当だ。気をつけてくださいね。ああ、はい、いや、ごめんなさい、ごめんなさい。配給とかでもないんですね。これ配給じゃないですもんね。はい、さすがに違いますよ。なるほど。まあ、自分思ってることなんですけど、ハイドリより操作は100倍楽しいとは思って、操作いっぱいありましたもんね。助走だったり、レシーブだったり。そうです、そうです。操作が深くて、ジャンプしてから、朝日さんがやってた、少し遅れて打つ。ブロックラッシャー？あの、ブロックと。それも実際できるんで、はい、タイミングずらして。マジっすか？はい。そしたら、マジで、ワンタッチしてめちゃくちゃ飛んでくんで、めっちゃ気持ちいいんですよ、それも。へぇ、さっき、田中が、ブロックアウトした、はい、あれそうです、そうです。はぁ、あんな感じです。なるほど。いや、それは面白い。できるんで、かなり楽しいっすね、このゲーム。そんな、すごい精密なバレーのゲームあったんすね。あったんすよ。皆さんぜひやってみてください。これは本当に。これちょっと。ガチで楽しいっす。いや面白そう。ただこれあれでしたねゴルゴンさん、はいはい、対戦がないんでしたよね。そうです。痛いところつけついてきます、ね、対戦がないんですよ。でもなんか今制作中かなんかあるんでしょ、情報が。そうです、そうです。制作中みたいなことは去年の夏ぐらい来たらふんわりと言ってて。そうなんすか。じゃあもうあれだ、はい、今始めて、今始めて強くしてて、うん、でオンライン始めた、始まりましたみたいな時に、はい、あ、オンライン始めたから始めてみようみたいな人をボコ捨てる。なるほど。そんなゲームになっております。なるほど。いや、これ本当面白そうでした。もうぜひやってみます、僕も。ぜひやってみてください。はい、ありがとうございました。はい、いや、僕の動画もぜひよろしくお願いします。はい、説明欄にコラボの動画とか貼ってますので、ぜひ皆さんチャンネル登録高評価よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあゴルゴンさん、2度目の登場ありがとうございました。ぜひやってみてください、このゲーム。はい、やってみます。皆さんもぜひやってみてください。ザースパイクで検索すればいけると思います。はい、検索してみます。ぜひぜひお願いします、うん、ありがとうございます。じゃあ、ありがとうございました。はい、ゴルゴさん、またアザスターで終わってもいいですか。了解です。いきますよ、本日も、はい、せーの、アザスター。アザスター、アザスター、またお願いします、ゴルゴさん。ありがとうございます。ありがとうございました。いや、ありがとうございます、ゴルゴさん。かわいい。